これまでのパペット界の奇跡。よし、パペットを作ります。厚紙を短冊状に切ったものをこうやってね、綺麗に写しましたね。これをハサミで切り取ったら型紙の完成ということで、ふにゃふにゃになってくるんですよ。そしたら一気にグッとこうやって、骨組みを覆う皮膚をね作っていく作業になりまして、もう超ぶち上がり、髪の毛っぽいねディティールをつけていきます。パート2の今回は胴体手足編ということで、ピーッとね、縫い目が外から見えないように。はい、続きましてパペットの手を作っていきます。こうスポンジにちゃんと重なるようにこう包みますと、いい動きをしてるでしょ。いよいよ足の部分に取り掛かりたいと思います。この靴の芯のね穴のとこに突っ込みまして、このようにねブーツを履いてる足というやつができました。皆さんこんにちは、ヘアピンまみれです。ヘアピンまみれパペット界の奇跡パート3の今回は、まずこのね服の方をね作っていきたいと思います。はい、まずはねこのように厚紙でね服の形を作っていきまして、はい、それを元にね、型紙を制作していきます。これさっき作ってたあの厚紙の服を、分解して別の紙にこう清書して、それ今切り取ってる感じですね。さっきまで新エヴァを見てまして、だからあのオープニングあんな感じになっちゃったんですけど、いやー面白いですね、やっぱりわけわかんないけど、あの最初の綾波が可愛い。あれは何、あれは何、犬と形状が違う。あ、言うてる間にもう切り取り終わりましたね。そしたらこれをね、布の方に、移していくわけなんですけど、今回ね実はこれ私の服ね、あの変形学ランをやったはずなんですよ、そのキャラデザインに関しては。だからその学ランを踏襲して、あの表地と裏地でこう作る感じに、したいと思ってまして、で今ね、これは裏地の方にね、線を移して、切ってる感じですね。あの変形学ラン別に言うて世代じゃないんですけど、あのかっけえなと思って。かっけくねえすか、なんか。まあうちらはちょっと変形させすぎではありますけど、まああの変形しちゃいすぎ学ランということでね、よろしく。はい、そしたらこちらね同じ色で分かりづらいんですけど、表地の方も同じようにこう写して裁断していきます。これあの前回ねパート2でブーツとあとね短パンの部分ね、あれを作ったのと同じ生地ですね。はい、裁断が終わりました。これね左が裏地で右が表地ですね。そしたらこれを、縫い付けてこう服のね立体の形にしていきます。で、形にしていくプロセスとしましては、まずその表地は表地、裏地は裏地で別々のこうユニットで一回縫い合わせまして、最後にその2つのユニットをこう縫合するっていう感じですね。はい、こんな感じでね、表地と裏地がそれぞれね服の形になりましたので、これをね縫い合わせて、完成させていきたいと思います。でちなみにこの襟はこう別パーツとしてもうね表地と裏地を貼っつけてありますね。はい、そしたらね今これ、表裏をこう縫い合わせていく作業ですね。これ縫い合わせた後にあの生地のね切れ端がこう内側に向くように裏返して完成なんですよ。だからその裏返せるように縫わなきゃいけないんですけど、それがすっげえ難かったっす。はい、つうわけで裏返してきます。
はい、裏返し終わりましたらこんな感じですね。はい。でね、裏返すときにこう開けてた穴、縫ってない部分を、手縫いでね塞いでいきます。はい、こんな感じで塞いで、あとねアイロンでちょっと形をパリッとさせました。で最後にこの留めるね部分、スナップを取り付けたら服の方は完成です。はい、これ発泡塩ビ版ですね。軽くて硬くて加工がしやすいっていうめっちゃいい素材なんですけど、今回こちらを使って私のね左右胸部にあるブローチをね作っていきます。ハートとヘアピンまみれの H ですね、作っていきます。はい、まずねこうやって大雑把に切り出しまして、これをねカッターで形を整えて、怖い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 、まあ怪我してないんで安心してください。はい、形を整え終わったら、縁からねこう幅取って印をねつけていって、ここをねまた削っていく。怖い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 、あ、まあ怪我してないんで安心してください。はい、こんな感じでね、いい具合にベベりましたら、やすって形をねこう滑らかにしていって、まあ、形は完成と。そしたら塗装していきます。でん、金色のやつ。はい。ね、金のスプレーで塗装していきます。はい、乾くとこういう風にね、重厚感爆増しですね。はい。そうしたら、服につけるためのこの安全ピンをこのブローチの裏面にねくっつけていくために、こうやって形を変えた塩ビのペラペラをね、接着剤でつけまして、こうやって、安全ピンを挟むようにね接着していきます。はい、こうして安全ピンがしっかりくっつきまして、H の方もね同様の操作をして、これでブローチは完成です。はい、服につけるとこういう感じでめちゃくちゃナイスでしょ。趣き趣き。そしたらいよいよね、私がまみれていることでおなじみのヘアピンをね作っていきます。このヘアピンまみれ、頭に16本、襟に6本、胸に6本、計28本のヘアピンをつけているんですけども、今回はねめんどくさいんで、胸の6本は省略します。でね、こんな感じで、塩ビのねペラペラをこう細切りにしていってるやつですね。これはヘアピンの太さに合わせて切ってます。そしたらね、襟の部分にこう挟んで留めるために端を熱で曲げて形をねやっていきます。はい、そしたらこれをね塗装したいんで適当なとこに固定しまして、まず、下地をねこう塗っていきます。はい、下地が塗れましたら続いてこうね赤く塗っていきます。でね、最後に光沢のトップコートを拭きまして、ツヤツヤにねしていきます。はい、これでね襟についてる分は完成です。はい、そしたら続いて、頭の16本のヘアピンを作っていきます。
あの作業に関してはさっきのとね同じなんで、押し黙ります。はい、ツヤ出しも塗ってね、ヘアピンが完成しましたので、これをね髪の毛のパーツに接着していきます。で、髪の毛のパーツの方にはあらかじめこうヘアピンをつける位置にねバミってありますね。はい、そしたらそこにねアロンアルファでヘアピンを1本ずつ接着していきます。はい、ヘアピンが全部つけ終わりましたので、この時点でね実質ヘアピンまみれ爆誕ですわ。というわけで、ついにこのヘアピンまみれのパペットが完成しましたということで、それでは早速お披露目したいと思います。ヘアピンまみれパペットの姿まで3、2、1。うわー、はい、どうですかこれ。えぐいっしょ。意外と思いのほか普通にあのめちゃくちゃうまくいったから超テンション上がってるんですけど、あれこれでね多分なんだかんだ実写動画の幅とか広がるんじゃない。あのヒルナンデスの猫みたいにこうロケとかしたりできっすよね。できっすよ。よっしゃ、あの、立ち絵と比較してみますか。じゃあ、あの、この辺にね、立ち絵が出てると思うんですけど、あのね、意外と再現できて、特にあの、服の部分ね、服がね、これ、現実で再現できるとは思ってませんでした。パペット作ったことでね、この服の構造が、こう、現実で再現可能だということが実証されましたね。ちなみにこのパペットね、あの制作費の方なんですけど、まあ、あの家にあった材料とかも使ったんで、こう定かではなく
諸説あるんですけど、まあ大体5000円くらいかなっていうとこっすね。で布とかね、塩ビの板とか、あとステンレスの棒もね、全部近所のダイソーで揃ったんで、もうダイソー様様ですわ。そしてこのねパペットを作ることをこう決意させてくれたポンポコさんとね、ピーナッツくんさんとね、あと制作のねめちゃくちゃ参考にさせてもらった海外のねパペットナードさんっていう YouTube チャンネルの方、マジスペシャルサンクスと超リスペクトっす。マジでありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございます。パート1、2、3と続いたヘアピンまみれパペット界の奇跡は、目標を達成したということで、これにてねおしまいということですね。見てくださった皆様本当にありがとうございました。これからもねこのヘアピンまみれいろんなことにこう挑戦していこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録とあと高評価、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ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 バババイ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 。